新型コロナウイルスに関連して武漢市内の閉鎖が進んでいることから、この週末武漢在住の日本人への意向確認を随時行うとともに、希望者の帰国に向けた具体的な検討を進めてきました。その結果、チャーター機などの手当について目処がついたことから、中国政府との調整が整い次第、チャーター機などあらゆる手段を追従して希望者全員を帰国させることにいたしました。現在中国政府とさまざまなレベルで調整を進めていますが、今後一層加速して速やかに帰国を実践させたいと考えています。